はい。皆さん、こんにちは。物販講師の黒沢です。今回から新しい動画集として、中国で買い付けて、アマゾンで販売することが NG の商品、もしくは販売できなくはないけれども、何かしらのリスクがかなり高いので、販売することはお勧めできない商材について、1動画1商品で説明させていただきます。こちらの動画下に再生リストの URL も貼らせていただいておりますが、ぜひよろしければチャンネル登録していただいて、皆さんが物販セラーとして独立ドッポに 新月歩進んででいいいく際のの転ばばぬ先の杖としてご活用いただければ幸いです実は、今回このような動画を撮った一番の理由っていうのは、お客様を被害者にしたくないっていう思いがあるからなんですよね。この動画、私の生徒さんもご覧いただいているんですが、そうではない方、例えば別の塾やコンサルで勉強されている方や、独学で物販セラーとして活躍されている方と、私の共通点っていうのは、同じお客さんに対して商品を売っている。 ってことだと思うんですねこういった動画を通して健全な物販について啓蒙することによって私のお客様 Amazon の顧客の皆さんを救うこと助けることにもつながるっていう風に考えていますでは記念すべき1本目ですけれどもこれからちょっと変身したいと思います茶番ですけれどもねちょっと変身していきたいと思います今回紹介する商品はこちらですはい今回紹介する商品はこちら ででですすす皆さんんよくご覧になったこととあると思うんですが馬面のお面ですね私、この中で話していたんですが、声もこもってよく聞き取りづらかったので、この部分だけ今ナレーションで別撮りしています。こちらの商品は皆さんが扱ってはいけない商品になります。 こちらの商材、私、ドンキホーテで2380円で購入したんですが、この商品を皆さん扱うことっていうのはしないでください。天然ゴム、英語だとナチュラルラバーラテックスと言いますが、こういったゴム製品に接触することによって起こるジンマシンやアナフィラキシーショック、全速発作、 などをラテックスアレルギーと言います。1979年に初めて雑誌でその症状が報告されたので、比較的最近認知されるようになったアレルギーの一つなんですけれども、アメリカの FDA、Food and Drug Administration というところが1992年にラテックスアレルギーについての注意を報告するまでに、15名以上の死者、そして1000名以上のアナフィラキシーショックの報告っていうのが実はなされているものなんです。 こういったお面をつけるタイミングって、例えばハロウィンだとか、クラブのイベント、パーティーだったり、とても騒いだり、動いたりするタイミングですよね。そしてこういうお面っていうのは、ものすごく通気性が悪くって、蒸れやすいです。ただでさえ息苦しくなるような条件下で、かつ、ラテックスアレルギーの方はアナフィラキシーショック、場合によっては呼吸困難だとか、発作などが起こってしまうっていうことが問題視されて、アメリカの税関で止められるということが実際 に私の生産で起きましたお客様を被害者にしないという観点で物販を行っていくことが我々物販セラーとして大前提になりますのでぜひ無在庫転売含めて品質管理ができない売り方をしたりだとかお客様を被害者にしてしまう可能性が大きな商品っていうのをあえて扱う自分が儲かるから売るっていう姿勢で物販を行うのは絶対にやめるようにしてください最後までご清聴くださりありがとうございました